東日本大震災から13年となった昨日、石巻市では慰霊の思いを込めた花火が打ち上げられました。石巻市綿の葉では昨日夜、およそ100発の花火が打ち上げられました。この花火は津波で子ども3人を亡くした石巻市の木工作家遠藤真一さんが全国から寄付を募って毎年3月11日に行っています。今年は能登半島地震の被災地復興への思いも込められました。でっかかったよ。最後にめっちゃでっかかった。こんくらいでっかかった。この花火はなんか大事だと思った。なんか今のちっちゃい子って多分知らないと思うから、津波の怖さとかそういうのをなんかもう一回知れる、もう 3.11 にそういうのを、まあ、子供らに伝えるっていうのも今の大人の、ね、役目もあると思うんです。今から生きていく子供らには触れさえないから命つないでほしいなっていうふうには思ってますね。